どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、こちらの SPG アメックスですね、こちらね、新規入会キャンペーンが今ねパワーアップしているということで、かなりねお得に入会できるのではないのかなっていうふうに思ってるわけなんですけども、まあ、今回のね SPG アメックスの新規入会キャンペーンですね、こちら入会後にですね合計30万円ね利用しなければならないということで、本日の動画ではですねこの30万円の決済先ですね、まあ個人的にねおすすめなのをね紹介していきたいなというふうに思っておりますので、まあこれからね新規発行する方、もしくはですねもう発行は済んでいて、これからね何でね利用しようかなって思っている方はですね、ぜひね最後までご覧いただければなというふうに思っております。まずですね、SPG アメックスの新規入会キャンペーンでもらえる7万5000ポイントについてなんですけども、こちらね、前回の動画でもね、言ったんですけども、10万円決済で3万6000ポイント、さらに20万円決済で3万ポイント、合計30万円ということで、SPG アメックスクレジットカードはね、100円決済につき3マリオットボンボイポイントがね、もらえるクレジットカードっていう風になっておりますんで、30万円決済してですね、9000ポイントがもらえてですね、合計7万5000ポイントになるわけなんですけども、アメリカンエクスプレスのねクレジットカードには100円決済で1ポイントがね付与されない加盟店っていうのと、またですねポイント付与対象外の加盟店っていうのがですね公式サイトにね記載があるっていう話をさせていただいたんですけども、まあ、こちらもねちょっと詳しくね話していきたいなというふうに思っておりまして、普通のねアメリカンエクスプレスのクレジットカードですね、100円につき1ポイントがね付与されるわけなんですけども、 SPG アメックスの場合はですね100円で3ポイントっていう風になりますんで、1ポイント1円でね付与されない加盟店で利用した場合はですね200円決済につき3ポイントがね貯まるっていう風になりまして、本来ね100円決済で3ポイントがねもらえるわけなんですけども、200円につき3ポイントということで、まあ、半分にねなるっていった形になるんですよね。また全くね付与されない加盟店っていうのもですね記載があるっていった形になるんですよね。まずですねこちらが全くねポイントが付与されない加盟店っていう風になっておりまして、 NHK であったりですね電子マネーチャージですね、また寄付についてもポイントについてね、もらえないっていった形になるんですよね。まあ、特にね注意していただきたいのは電子マネーチャージですね、全てではねないわけなんですけども、モバイルスイカをねはじめとする交通系 IC に関してはですねポイント付与ね対象外っていう風になるわけなんですよね。特にねモバイルスイカっていうのはかなりね利用されている方ねいらっしゃるかなっていう風に思いますし、 iPhone であればですね Apple Pay に登録してね Apple Pay からもねチャージすることができてしまうわけなんですけども、ポイント付与ねされないって言った形になるんですよね。まあねスイカのチャージ上限っていうのは確か2万円ぐらいだったと思いますんで、まあ30万円ね利用されるって方はね、まあ、いらっしゃらないかなっていうふうに思うわけなんですけども、まあこういったところでですね今回のキャンペーンで30万円使わなきゃと思ってですね使ってしまうとですねこの9000ポイントは取りこぼしてしまうね感じになるんですよね。でですねポイントがね半分になるね加盟店については、電気ガス水道税金国民健康保険料ヤフー公共料金支払い、またねAmazon Pay であったり au Pay、 Web マネープリペイ、 D 払い、ユニクロペイ、ローソンスマートレジ、その他ですね病院であったり郵便窓口などもですねポイントのね半減の対象になるっていう感じになるんですよね。ここに関してはですねポイント付与ね半分になるわけなんですけども、この SPG アメックスにですね生活決済を全て集めたいって思った時にですね、じゃあ公共料金だけポイントが半分になるから他のクレジットカードにするかっていう話にもねなるかなっていうふうに思うわけなんですけども、まあそうするとですねクレジットカードのね管理するのがね大変っていった形にもなりますんで、まあここはね分けるかどうかっていうのはですねお好みになるかなっていうふうに思っております。以前ね私もやってたんですけども結構面倒なんですよね。まあここはね細かくね利用されたいっていう方はですね分けてみるのもねいいかなっていうふうに思うわけなんですけども、まあ一本化にするのもですね悪くはないかなというふうに思っております。それでは次にこのキャンペーンのね必要決済である30万円ね何に利用するのがおすすめなのかっていう話なんですけども、まず一つ目は Amazon ギフト券ですね。まあ、こちらね結構知っている方もいらっしゃると思いますし、利用している方もね多いかなっていうふうに思うわけなんですけども、生活用品をねできるだけ Amazon からね購入していただいて達成するっていう感じですね。まあ Amazon ギフト券に関してはですね有効期限が10年間っていうふうになりますんで、まあ仮にね30万円買ったとしてもですね、まあ、年間ね3万円ずつね
利用してっていただければですね、無駄にはねならないかなっていうふうに思いますので、まあそういう意味ではですね結構おすすめかなっていうふうに思っております。もちろんですね Amazon ギフト券の購入に関してはですねポイント満額でねもらえるっていった形になりますんで、こちらはねおすすめっていった形になっております。それでは次にですね、こちらはねちょっとポイントがね半減してしまうんですけども、利用しやすいかなっていうふうに思うのは、この SPG アメックスはね、まあもちろんねアメックスのクレジットカードということで、なかなかねチャージとかでもね利用することができないんですけども、 au pay に関してはですねこのアメックスのクレジットカードっていうのはチャージすることができるっていった形になるんですよね。で au pay に関してはですねペイサービスっていうふうになりますんで、 au pay がね利用できる場所じゃないとですね利用することができないっていった形になるわけなんですけども、 au 自分銀行のね銀行口座を持たれている方、もしくはですね au のね電話回線を保有されている方はですね、こちらの au pay prepaid っていうのをですね発行することができるっていった形になってるんですよね。ですので au pay にねチャージするっていうのもですね結構おすすめかなっていうふうに思っております。でこの au pay と au pay prepaid はね一体どういう関係なんだっていう話なんですけども、 au pay にねチャージしますよね。で au pay にチャージした残高っていうのはですね、この au pay prepaid とリンクしてるんですよね。ですんで、まあ仮にね、au pay はね、チャージ上限が100万円までっていう風になっておりますんで、まあ30万円ね、チャージすることができるんですよね。まあ仮に30万円チャージしたとしますよね。まあそうすると、まあこちらのプリペイドカードにもその30万円のね、残高が反映されるっていった形になるんですよね。もちろんね、こちらはプリペイドカードっていう風になっておりまして、マスターカードのね、ブランドがついていると思いますので、こちらは普通のね、クレジットカードのようにですね、利用することができるっていった形になってるんですよね。まあ、個人的にはですねこの au pay prepaid もですねチャージした金額がそのままねクレジットカードのようにね利用することができるっていった形になりますんで、ポイントはね半分になってしまうということで、まあ、今回の30万円決済した場合はですね本来9000ポイントをもらえるわけなんですけども、まあ、そちらがね4500ポイントになるっていった形になるんですよね。とはいえですねチャージした金額がクレジットカードのようにね利用することができるということで、まあ、かなりね使い勝手はいいのではないのかなというふうに思っております。またですねこの au pay prepaid にねチャージした後にですね、こちらのレボリュートカードっていうのがあるんですけども、こちらね外貨決済手数料がほとんどかからない、ね、カードというふうになっておりまして、この au pay prepaid からこのレボリュートにねチャージしていただくっていうのも結構おすすめかなっていうふうに思っております。でですね、このレボリュートにですねチャージした後はですねモバイルスイカにねチャージすることもできるっていった形になりますし、またですねこちら外貨決済手数料がねほとんどかからないプリペイドカードっていう風になっておりますので、こちらでね今後マリオットボンボイポイントをね購入するのに保有していただく、もしくはですねヒルトンポイントだったりですね、そういうね外貨決済手数料がねかかる場所で利用するっていうのもですね結構おすすめなのではないのかなというふうに思っております。もちろんですね今後のね海外旅行のためにチャージしておくっていうのもまあ悪くはないのかなというふうに思っております。それでは次にこちらねあんまり知られてないかもしれないんですけども、アメリカンエクスプレスのねクレジットカードっていうのは百貨店のねギフトカードっていうのが購入することがねできるっていった形になってるんですよね。こちらねアメリカンエクスプレスの公式サイトからね発行することができるっていった形になっておりまして、もしね購入されたい方はですね概要欄にね公式サイト載せておきますので、そこからねアメックスログインしていただいて購入していただくことがねできるっていった形になるんですよね。で百貨店のねギフトカードということで、全国のね加盟している百貨店でですね利用することができるっていった形になるんですよね。まあこちらね東京神奈川のね対象の百貨店っていった形になるわけなんですけども、まあ、こんな感じでですね利用することができるっていった形になるんですよね。まあねこの百貨店ギフトカードなんですけども、まあ、コンビニとかにもですね売ってるんですよね。ちょっとね今売ってるかどうかねちょっとわかんないんですけども、一昔前まではですね普通に売っておりまして、券面がですね3000円の商品で販売価格がですね3300円っていった形になって、まあ、これね誰が買うんだっていう感じでコンビニとかでね売られているわけなんですけども、まあギフト用のね
カードっていう風になりますんで、まあ贈呈用でね、まあそれでも購入される方ね、まあいるのかもしれないなっていう風に思うわけなんですけども、個人的にはですね、券面以上のねお金を払ってそれ以下のね金額が手元にね残るっていった形になりますんで、コンビニで購入するとね損するっていった形になるわけなんですけども、このアメリカンエクスプレスのね公式サイトから購入するとですね、こちらね1万円以上であれば額面通りね購入することができるんですよね。ですので1万円分ね購入したら、まあ1万円でね決済できるっていった形になるんですよね。またですね、このアメリカンエクスプレスのギフトカードのね購入自体はですね、2021年5月現在ですね、ポイント3倍キャンペーンがねやっているわけなんですよね。まあこれがね結構おすすめかなっていうふうに思っておりまして、先ほども言いました通りですね、 SPG アメックスは100円決済で3ポイントがね貯まるっていった形になるわけなんですけども、ポイント3倍キャンペーンということで、こちらね100円決済で9ポイントね貯まるっていった形になるんですよね。かなりすごいですよね。まあ、今回の SPG アメックスのね新規入会キャンペーンでは30万円の決済が必要っていう風になるわけなんですけども、こちらをね全部30万円ね百貨店ギフトカードをね購入した場合ですね、まあ、本来は9000ポイントがねもらえるっていった形になるわけなんですけども、これがねそのまま3倍っていった形になりますので、2万7000ポイントがねもらえるっていった形になるんですよね。こちらねキャンペーン合計するとですね、9万6000ポイントをね獲得することができるっていった形になるんですよね。まあかなりねすごいですよね。まあこれねすごいんですけども、送料だけねかかっちゃうんですよね。まあこれだけはね負担がね必要っていう風になるわけなんですけども、普段からですね百貨店利用されている方はですね、最もおすすめかなっていう風に思っております。まあね完全に余談になってしまいますけども、まあ、今回ね SPG アメックスのキャンペーンでねこの話ねさせていただいているわけなんですけども、アメリカンエクスプレスがね発行しているクレジットカードであればですね、ペルソナスタシアカードっていうのがあるわけなんですけども、これ以外のねクレジットカードであればですね、このポイント3倍キャンペーンっていうのはですね対象っていった形になりますんで、これ利用されてみたいなっていう方はですね、公式サイトねチェックしてみていただきたいなっていうふうに思っております。でですね、百貨店のギフトカードということで、まあ、こちらね金券っていった形になりますよね。まあ金券って聞くとですね、これがね換金できるのかっていうねところが気になる方ね多いかなっていうふうに思うわけなんですけども、まあ、基本的にはですねこちら金券ショップで買取っていうのがねしていただけないっていった形になるんですよね。まあヤフーオークションとかね、まあそういうものであればですね、まあ売れるかもしれないなっていうふうになりますんで、まあ私自体はですねこちらやったことがないので何とも言えないっていった形になるわけなんですけども、またねこちらを買取してるねサイトっていうのもですねあるにはあるんですよね。まあこちらも私ね実際に利用したことがないので、まあここでねできますっていうのはですねちょっと違うかなっていうふうに思いますので、まあこちらのサイトね知りたいよっていう方はですね Twitter のね DM いただければですね、そのサイトね教えさせていただきますので、まあもし知りたい方ねいらっしゃいましたらですね連絡ねいただければなというふうに思っております。いかがだったでしょうか。今回ですねこちらね SPG アメックスのね新規入会キャンペーンで、まあ、30万円ね利用しなきゃいけないということで、私がねおすすめできる方法をですね解説ねさせていただいたわけなんですけども、まあ、通常決済でですね利用できればですねそれにね越したことがないですし、またねマリオットボムホテルにですね宿泊して達成していただくのがね、まあ、一番いいかなっていうふうに思うわけなんですけども、まあ、ちょっとねこんな世の中というふうになりますんで自由にね行かれないっていう部分もありますので、今回の動画ね少しでもねお役に立てればなというふうに思っております。今回の動画はねこんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますのでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレートカード、マリオットボンボンホテル、ヒルトンホテルなどについてね、発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。